皆さんこんにちは。今回は歴代のロードスターの価格について調査したのでご紹介したいと思います。自分の持っている NA の価格も気になりますし、それから NB、NC の価格にもちょっと興味があります。NA の価格は3月の時点で動画アップしたし、それから NB も先月4月の時点でアップしました。今回は NC なんですけども、 NA、NB、NC と3台の価格比較もやってみたので、ぜひ最後までご視聴ください。まずそれぞれの車の概要について説明します。 NA は1989年から97年までの8年間の販売期間でした。初代のものだともう33年も経っているネオクラシックカーです。国内の販売台数は12万台と、まあ大ヒット商品です。一番ベーシックなモデルの価格は170万円で、まあ今の車と比べるとだいぶ安いです。次に NB ですが、販売期間は98年から2005年ということで、まあ7年間です。 NA と販売期間は1年しか変わりませんが、販売台数は3万台ということで、こちらは NA の4分の1です。ベーシックモデルの価格は177万円からということで、 NA よりも7万円ほど高くなっていますが、まあ妥当な範囲の値上げだと思います。最後に NC です。販売期間は2005年から2015年と、まあ10年間なので一番長いです。一方販売台数は2万台と歴代で一番少ないんですけれども、車の魅力以外にもこの間ずっと低迷していた日本の経済も影響していると思います。価格は220万円と随分上がりましたね。まあ車格が上がったというのもあるんですけども、ちょっと販売が低迷した理由にもなっているかと思います。では価格分析です。データソースは前回と同じカーセンサーで、2022年5月9日時点で掲載している分からピックアップしました。絞り込み条件は MT 限定で修復歴なし、まあ、これ自分が買うとしたらこの2つの条件は外せないと思います。掲載台数はご覧の通りですが、まあ、一番売れた NA が一番掲載台数が少ないということで、まあ、だいぶ淘汰が進んでいるのかと思われます。このグラフは縦軸が価格、横軸が走行距離でデータをプロットしたものです。基準線もつけておきました。 NA ロードスターで注目したいのが平均値および中央値です。グラフの中で黄色い丸が中央値ですが、もう価格が188万円、これ車両価格なんでトータルでいうと多分200万円超えますね。で10万キロというのが平均的なものです。最安値はグラフの青丸の部分ですが、走行が20万キロ近いものでも70万円近く出さないと買えないということですね。最高値はグラフの赤丸ですが、8万キロで340万円と、もうプレミア価格です。よほど思い入れがないと買えない価格ですね。次に NB ロードスターです。注目したいのは最安値で、まあ一番買いやすいと言われている NB ロードスターですが、10万20万で買える車ではなくなってしまいました。平均価格で123万円、これ高値の異常値があるんでちょっとそちらに引っ張られてますけども、まあ中央値でも119万円ということで、その金額出しても走行は10万キロ前後という状況です。次に NC です。注目したいのは走行距離ですね。3台の中では一番新しい NC ですが、まあ、平均値の走行距離でも8万キロ、中央値ではもう10万キロなんで、平均的なものを買おうとすると10万キロは覚悟しないとならないです。3つのグラフを重ねたものがこちらになります。ちょっと見にくいですが、まず分かるのは NB と NC はもうほぼ同じ価格帯ということです。NC の方が新しいし、車格も上だし、装備も充実しているので、まあ同じ価格帯ならば NC の方が無難ですね。でこの2台に比べて NA の相場は高いです。走行距離にもよりますが、まあだいたい50万円から70万円高といったところです。まあ、初代のオーラでなんとなく神格化されてきた感じも受けます。でもう一つグラフを作ってみましたが、これは横軸が年式、縦軸が価格です。つまり古いものと新しいもので価格差がどのぐらいついてるかというものを表します。注目すべきは NA の基準線がフラットに近いということです。 NA は年式による価格差というのはあまりなく、車のコンディションによって価格が左右されるということです。この点 NB や NC は車が新しければそれだけ高いという傾向がまだ見られます。ではそれぞれの車の中央値の個体を簡単に見ていきましょう。
まず NA ですが、92年式でおそらくベーシックなモデルだと思います。これオールペンしてあるそうです。車体が188万円、まあ、込み込みで208万円で、走行距離が11万キロです。オールペンしてあるだけあって外観は非常に綺麗ですね。リアビューも問題ありません。ホイールは車外のものがついているようです。フォルムも新しく交換してあるみたいですね。リアウィンドウは熱線入りのガラスみたいです。運転席周りです。まあ、詳細はこの写真からだとわからないですが、灰皿が劣化しているようなので、まあ、それなりに全体の劣化はあると思います。シートはファブリックです。シートベルトの付け根のあたりに何か破れやほつれがあると書いてありました。ロールバーは入っていないのでレースでの酷使はなかったものかと思います。次に NB の中央値の個体です。これ偶然にも先月紹介したものと全く同じ個体でした。なので手短に紹介します。 NA と同様にこれもオールペンされたばかりの車です。写真も塗装ブースに入ったものですね。外観は非常に綺麗ですが、まあ、サビとかの状況まではわからないです。リアから見ても非常に綺麗です。内装もまあ綺麗に見えます。ただ中古車の場合匂いがついていたりするので、こればっかりは写真からだとわかりません。エンジンルームですが、まあ、変な改造とかはなさそうです。下回りの写真もちゃんとついていて、まあ、それなりに綺麗に見えます。この年式の車だと下回りは気になるところなんで、こうやって写真を載っけてくれてるのは良心的だと思います。最後に NC の中央値の個体です。2009年モデルで車両価格が約130万円、走行が10万キロという車です。これ RHT モデルなんで、ハードトップの屋根が開くタイプですね。写真に明暗差がありすぎて状態がよくわからないです。もう少し気を使って撮ってもらえるといいですね。リアビューも、まあ、見える範囲だと綺麗かなと思います。室内はこんな感じです。これシートはレザーっぽいですね。レザーなんでシートは若干使用感があります。ロールバーも入っていないのでサーキットの酷使もなさそうです。エンジンルームです。まあ、コンディションはあまりよくわからないですが、 NA、NB と比べて随分詰まってるエンジンですよね。より現代っぽい感じがします。最後にそれぞれの車がどんな人向けなのかというのをまとめてみました。まず NA ですが、いかんせん古いのでもうトラブルは当たり前です。いちいち苛立たないで大きな心で受け止めてあげることが大切です。あとスーパーカー世代にはたまらないリトラがありますよね。ということでメントナンスを厭わないレトロ親父がこの車に適すると思います。次に NB です。まあ、この車もだいぶ古くなってきていて、かつ基本設計は NA と同じところも多いのでメンテナンスは必須になると思います。価格は NA よりも50万円ほど安いので、まあ、できるだけ安くロードスターを楽しみたいというボンビー親父に向いてると思います。最後に NC です。 NA、NB に比べてだいぶ近代的な設計になっているので、メンテナンスやトラブルも少ないと思われます。安全性や快適性の装備も伴っているので、面倒なことは何もなくロードスターを楽しみたいという怠け者親父に適しているかと思います。あくまでも個人的な見解なので、あまりシリアスに捉えないでくださいね。ということで今回の動画はここまでになります。次回の調査で相場が変わっているか気になるところですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。